やあ、せいさん。もちろんいいよ。行こう。お前たち、一緒に帰るのか？じゃあ二人ともついてこい。ほら、行くぞ。そう来たか。すぐに夏が来るんだろうな。なんだお前ら、ジジババみたいに。後輩を相手にババはひどいぞ。だってそうだろ。縁側の風景が見えた。設楽の家に縁側なんてないじゃないか。祖父の家にあるよ。あのじいさんが縁側で日向ぼっこしてるとこなんて想像つかないけど。お元気すぎる。そうだな。そろそろノートをコピーしておかないと。原本をなくされたら困るから。こいつのノート、テスト前になるといつも争奪戦になってる。設楽のノートも見たら驚くよ。真っ白なだけだ。無駄な労力を使わない主義だからな。設楽はまたフランスだろ？またで悪かったな。よくない。休みなのに全然休めないんだぞ。パーティーとかピアノ弾かされたりとか踊らされたりとか、そういうのばっかだ。いいよね。よくないったらよくない。そういえば、そろそろ修学旅行だよね。今年はどこだ？香港か、オーストラリアか。何言ってるんだよ、したら。僕らもそうだったじゃないか。前は京都だったんだろ。変わってるかもしれないじゃないか。昨日の夜は風が強かったからな。なんか変な匂いしないか？あ、これは銀杏かもしれないな。銀杏ってあの黄色いやつだろ？こんな匂いだったか？設楽は売ってるやつしか見たことないんだろ？悪かったな。うちの庭のイチョウは銀杏がならないんだよ。今年もみんな張り切ってるみたいだな。なんだよ、他人事だな。そんなつもりは。でも生徒会長なんてやってるとみんなと少し距離があるというか。そんなのお前が勝手に思ってるだけだろ。まあきっとそうなんだろうけど。俺はどっちかっていうともっと距離がある方が嬉しいんだけどな。いや、そうだな。いいことがない。親や親戚のイベントに付き合わされるくらいなら学校の方がマシだ。学校に来たら来たで文句言うくせに。うるさい。お前はどうせガリ弁するだけだろ。正月くらいはのんびりするよ。言うな。
余計に寒い。カイロを持ち歩けばいいのに。全身に貼るわけにいかないだろ。なあ、もう寒い。喫茶店行くぞ。わかったわかった。春までいるといいよ。あ、そういえば誰にどんなチョコをもらうかメモしておかなきゃと思って。細かいやつだな。もらった数だけカウントしておけばいいだろ。去年のホワイトデー、お返しを違う人にも配って足りなくなったのは誰だったかな。うるさいな。後でちゃんとフォローしたよ。セイさん、まだ帰ってなかったんだ。職員室に寄ったら次々に捕まって。おう、したら。なんだ、お前らまだいたのか。そのつもりだったんだけど、先生とか後輩に捕まって帰れなかったんだよ。はは、同じだ。うわぁ、ジャケットのボタン全部取られちゃったのか。帰るに決まってるだろ。せっかくだから喫茶店にでも寄って帰ろうか。こんな格好で行けるか。いいだろう、最後なんだし。ジャケットを脱いで肩にでも引っ掛けとけよ。しんみり言うな。二度と会えなくなるわけじゃないよ。大学はしないだしな。嫌でも会う。嫌でもってことないだろう。じゃあなんだよ、大変喜ばしいことに。またそういう。ああ、もううるさい。行くぞ。やれやれ、行こうか。